皆さん、こんにちは。写真家、成沢です。どうも、こんにちは。ちょっと忙しくて動画の更新が滞っちゃいました。すいません。まず告知を最初に一つさせてください。私がですね、講師を務めている日本旅行写真部、星空撮影会、この度再開することになりまして、日本旅行さんのホームページで星空撮影会の募集が開始しております。どっちもですね、西に傾く、夏の天の川がポイントかな。で、朝方は冬の天の川がオリオン座と一緒に登ってくるような感じなんですけども、こういう動画でレオフォトさんの三脚を紹介してますけども、日本でレオフォトさんを扱っているワイドトレードさんのご協力を得まして、なんと今回の撮影会でレオフォト三脚をレンタルさせていただくことになりました。有料ですけどね、3000円ぐらいかかるんですけど、レオフォト三脚の良さをですね、ちょっと確認したいなと、気になっているなっていう方にとってはとってもいい撮影会なんじゃないかなと思います。まあ、そういったサービスもご用意しておりますので、ぜひ、ご参加ご検討いただきたいなと思います。とは言っても、不安もあると思うんですよ。状況全く改善しているわけではないですし、まだまだ不安が残るのは、私もそれから皆様も同じだと思います。最新の注意を払いながら、今までと変わらないことを可能な限りできるように頑張るというのが今私たちにできることなんじゃないかなと思っています。まあ、私とそれから日本旅行さんでですね、力を合わせて皆さんに安心してですね、こちら撮影会に参加していただけるようにですね、環境を整えることに努めたいと思っておりますので、私と一緒にぜひ星空撮影を楽しんでいただければなと思います。はい、それでは今日の本題に入りますが、私ですね、なんだかんだで4月に YouTube を始めて、そろそろ半年経つんですね。で、半年経って振り返って思うのが、富士フィルム使ってて本当に良かったなって思うんですよ。最近よく言われるんですけど、成沢さんって富士フィルムとプロ契約しているカメラマンですよねと、最近あなたの動画に富士フィルム出てこないねとかって言われるんですよ。この間アップしたバンガードさんのカメラバッグの動画でも、カメラバッグの中から富士フィルムのカメラが出てこなかったと、ちゃんとここで誤解を解いておきたい。その理由は撮ってるからなんですよ。じゃ、その証拠にね、ほら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 、俺もうこれもうがっつりがっつり使ってる感じにしかもう見えないでしょ、これ。ほら、好きなカメラだからこそ動画撮影で使うんですけど、使うと映らないっていうね。まあ、ここでだからね、宣言しておきます、ちゃんと。私、成沢博之は富士チューバー、富士フィルムを使って動画撮影をしている YouTuber です。 X チューバーでいきましょうか。 X チューバーです。まあ、私のチャンネルって星空撮影とか、あとタイムラプス撮影のノウハウですよね。あとは機材のレビュー、天文情報などなどを紹介してるんですけど、今日はね、初めて動画っていうところに観点を置いて お話をしたいと思います。これから動画撮影に興味あるけど、富士フィルムで動画撮影を検討している方はぜひ見ていただければなと思います。まあ、その富士フィルムのカメラを使って6ヶ月経った新人 YouTuber がこの6ヶ月を振り返って富士フィルムを語るっていう動画ですので、参考になるんじゃないかなと思います。それでは今日も行ってみましょう。動画で一番大切なのは多分色なんじゃないかなと。悪い意味でのインスタ映えみたいな色の使い方が動画ではないんですよね。もちろん撮り方にもよると思うんですけど、サイドが抑えめでローコントラストのやつがなぜかこう動きが、動画というね、動きが加わるとおしゃれに見えるというのが写真との一番の違いだっていうふうにもう最初から思ってました。当時は、動画っていうものは基本的にログとかローっていうですね、データ形式で撮影をして、
カラーグレーディングを必ずやらなきゃいけないもんなんだっていうぐらい流行ってたのかな、あれ。私もそれやんなきゃいけないんだ。でも、写真上がりの自分だと動画の色味表現よくわかんないなっていう感じで、結構悩んでた。で、どうやったらいいかなって思いながら、今年の4月に、YouTuber デビューすることになりまして、もうとりあえずやってみようと思ってですね、一番最初に、動画をまともに撮影したのが、雪景色の中でね、自分のタイムラプス撮影を機材紹介するっていう、まあ、Vlog だったんですよ。それで、とりあえず、富士フィルムの XT3 でエテルナにして、撮ってみたんですよね。で、その時に撮った映像を見て、うわー、これか、こういうことかっていうふうに思ったんですよ。カラーグレーディングも何もせず、すごい綺麗に撮れたと思って感動しちゃったんですよ。それは富士フィルムのカメラに搭載されているフィルムシミュレーションのおかげでして、私が真っ先に動画初心者、YouTube 初心者の方に富士フィルムのカメラをおすすめする理由は、このフィルムシミュレーションが搭載されているっていうのが、一番の大きな理由なんですね。で、知らない方のためにフィルムシミュレーションって何かなっていうふうにご説明すると、一般的にそのカメラの中にはいくつかの色が入ってるの、ピクチャープロファイルとかっていう言い方をしてるのが一般的なのかなと思いますけど、フラットとかビビットとかあとソフトとかね、まあそういういくつかのそのピクチャープロファイル、色の表現の仕方が富士フィルムのカメラでいうところのフィルムシミュレーションなんですね。それこそフィルムカメラの時代ってロー現像とかなかったんですよね。カメラの中に入れたフィルムの色が基本的な、色表現になる。フィルムの生産に、携わってきた富士フィルムさんっていうのは昔からずっと色にこだわって商品を作っている会社なんですね。しかしながらですね、このフィルムシミュレーション、写真用の色表現なんですね。なので、動画にそのまんま当てはまるかっていうと必ずしもそうではない。まあ使えるものはあるんですけど、まあ、そんな中で富士フィルムが動画用のフィルムシミュレーションとして、新たに搭載したのがエテルナっていうフィルムシミュレーションの色なんですね。富士フィルムは写真の時からロー現像を推奨するのではなく、 JPEG で、バチッと写真を撮ったらそのまんまプリントしてください、そのまんま出してくださいっていう JPEG 一発撮りっていう言い方をするんですけど、それをやっぱりその推奨してきたメーカーなんですよ。私も星空の写真を撮るときは、まあ星はちょっと特殊なんでね、ローで撮って現像しますけど、昼間その光がたっぷりの状態で撮影するときっていうのは基本的にはロー現像しないで JPEG で撮ってそのまま撮って出しで、出してます。まあ、そのぐらい富士フィルムのカメラが出す色っていうのは信頼性があってすごくいい色が出るんですよ。すごく綺麗なの。基本的にその表現は動画でも受け継がれてるってことですね。まあ、自分がよく使うから、フィルムシミュレーションは、まずエテルナですね。今この撮っている色もこれエテルナなんですけど、光が十分に確保できているときはエテルナで撮影をして、光がちょっと足りない屋内とか若干暗めな場所ではプロビア、それからプロネガ、この3つよく使うかな。エテルナ、プロビア、プロネガ、この3つが結構彩度低めのローコントラストというか、そういうのが出しやすいような感じの色ですね。まだカラーグレーディングとかやる前はそういう撮ってそのまま色が使えるっていうのがね、ほんと動画編集としては楽だった。すごい楽だった。みんなだから、こっから始めればいいと思います。富士フィルムはこれも、動画機のメインとして、使っていきます。まあ写真としても使いますけど、今はやっぱり動画撮影の方にね、富士フィルムのね、比重が、置かれているので、今後も富士フィルムのカメラを使いながら動画を勉強しつつ、いい作品を撮っていきたいなというふうに思っています。まあ私の過去の動画とかもぜひ見ていただいてですね、YouTube 歴6ヶ月の人でもまあこういうのを撮ってるんだと。それでいて、撮ってるほとんどの映像が富士フィルムのカメラで撮ってるんだということを視聴者の皆さんには知っていただけたら嬉しいです。というわけで、今日はここまでにします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。
したっけしたっけ